鴻巣一里塚は日本橋から93里目の一里塚で、次の奥の大一里塚同様現存していて、県の指定史跡になっています。山道ですが、落ち葉の上を走るとクッションが良くて気持ちが良いです。先頭の友達 NT さんが何かを見つけたようで、立ち止まって見ています。三尊石窟で右の石室に祀られているのは明和5年の三面六臂、顔が3つで腕が6本の馬頭観音立像。中央には一面六臂の観音座像が、左の石室には風化の進んだ石仏が安置され、石窟の右端に残る石灯籠の竿には天保11年の銘があります。すぐに岐阜県道65号線に出ました。65号線の手前に注意熊出没の大きな掲示があり、ドキッとしました。冬眠前の腹を減らした熊に出会わなくてよかった。この道を横断して中山道に入ります。細久手宿は江戸から48番目の宿場で、江戸へ92里、京都へ42里の位置にあり、東隣の大久手宿と西隣の御嶽宿の間は4里半と長く、陣馬が難住したため慶長11年に狩宿を設けたのが始まりです。宿場内の町並みは、東の茶屋金から西の日吉愛宕神社入り口までが上町中町下町に三分され、宿場町は3町45軒410メートルありました。細久手宿の本陣跡は慶長15年小栗十郎左衛門が開設しました。石川県加賀藩前田公の寵愛を受け、中央で要職を務めました。墓地は北500メートルの本陣山に現存しています。老舗ののれんを誇る大黒屋は尾州徳川家の帝本陣で、今も160年前と変わらぬ姿で営業を続けています。人里離れた自然の中にというキャッチフレーズのように、静かに佇む古い家を見ながらのんびりとポタリングしています。厄除けに作られた庚申堂には300年の歳月を経た石造物があります。次の大久手宿まで 6.3km の標識があります。今は2時過ぎで、普通なら1時間で行きそうですが、上りの山道があります。道が舗装されているので走りやすいですが、上り坂になるとスピードが落ちます。下りは楽ですが、冬の3時近くになると日も陰り始め、心細くなってきます。凍結注意の看板がありましたが、1、2月は自転車は無理のようです。左に小さな山のある奥の大一里塚が見えてきました。昔の姿が残されているようです。案内地図を見ながらどこから帰ろうか検討しています。気持ちはできるだけ早く中央本線の駅に着いて帰りたくなっています。結局のところ大久手宿は次回にして、かまど駅から帰ることにしました。大久手宿と細久手宿の中間に位置し、太田南畝の神術紀行にも小さき池あり、
柿壺、生い茂れり、池の中に弁財天の宮ありと記述された750平方メートルほどの浅い池で、小島に天保7年に再建された石碑があります。池の中にある小島に渡ろうと思いましたが、細い石の橋を渡らなければならず、バランスを崩しそうなので外から手を合わせました。快適な舗装路の下りを、綺麗な紅葉を眺めながら走りました。もうすぐ中央本線の蒲戸駅です。暗くなる前にたどり着くことができました。今日の楽しい自転車の旅は終わりました。3人とも満足感を漂わして元気です。 NT さんは自転車をここに置いて蟹駅まで電車で戻り、置いてきた車でここに来て自転車を積んで帰ります。 OM さんと私はここから大阪まで電車の旅です。川の景色は美しいものです。今日の終わりを締めくくる親しみのある風景でした。お疲れ様です。